ている選手は必ず自分独自のものを持っていると。地方から出てきた選手、実績のな全国の実績がない選手は絶対に油断ができないと。中野選手まさに油断をしない、絶対に負けない、取りこぼさないという投げ戦い方でした。そして、こちら、この試合も大変面白い小原拓人選手と熊代雄介選手の試合です。小原選手28歳193センチ、そして熊代雄介選手34歳になりました、国際武道大の教員。この赤の小原選手ベスト8が1回あるんですけど、非常に私たちそのこう資質といいますか身体能力を高く買ってるんですけど、はい、なかなか優しい、優しいですね荒々しさがないに欠けるところ。熊代選手右の一本それだけ。小原選手はこうものすごい巨漢なんですけれども、非常に運動能力が高いそうで、アップでリフティングなんかめちゃめちゃうまいらしいんですよね。足も速いと。一方の熊代選手も大学高校柔道を本格的に始めたのは高校からということで、ちょっと普通の柔道選手とは違う論理を持っている選手です。組手は左合い四つ、がっぷり組み合いますね。組み合ってますね。小原選手と圧をかけ合うだけのパワーがまだ熊代選手にあるんですね。ありますね。熊代選手もかつてはパワー派として鳴らしましたが、今は34歳。熊代選手非常にオーソドックスですね。今は面白い両袖でやったり、こう私たちがクワガタ組手と呼ぶ上腕つかみであったりもやるんですけど、非常にオーソドックスな圧の方、まず圧をかけ合うっていうところに何かあるんでしょうね。これあの左がっぷりに組みながら右のオーソもかけれるんですよね、はい、それであの相手がかけてきたところを中で操作するっていうこともできるので、はい、何かあの圧罠張ってそうですよね、はい、両者に消極的試合姿勢の指導、がっぷり組んでましたがもう少し攻め合いなさいということ。小原選手引き手襟を捕まえますが、熊代選手すかさず自分も引き手袖を掴んで、小原選手支え釣り込み足、これ右に、あ、今熊代選手これですね、これ袖釣り込みが仕事の右の大外刈り、熊代選手押し切った、時間差はありますがすぐ抑え込みがある、出ましたね、出ましたね。これが熊代選手の面白いところ、両袖から、そしてここは行かないだろうというところから左右の大外刈りがあるんですけど、今もそのまさに斜めからの袖釣り込みが仕方右の大外刈りでした。早速出してくれましたね、味が出てますね、はい、このちょっと私たち柔道のセオリーとは違う攻めもある熊代選手。ちなみに今開発中の技は下手出し投げというアンケートがありました他の競技から取り入れたいと。まあ、本当毎年次々と技を作って出してきてくれてですね、本当にあの子供たちの見本というか、頑張ればできるんだっていうのを見せてくれてますよね、はい、このがっぷり引き手上腕釣り手奥、熊代選手があえてこの小原選手の望むような圧の掛け合い、はい、何を考えてるんですか。これが来たバックだ、うわかっこいい、すごいすごいですね。と熊代選手あそこがけれんみなく行きましたねこんなにオーソドックススタイルで熊代選手は全日本選手権じゃないと見れないような、そし193センチですよね。そうです、193センチ対185センチ、がっぷりでオーソ掛け合うなんてなかなかないですよね。そしてこの優しかった小原選手が荒々しさを出すようになってきたと。今のうまかったですね、外しましたね、いい形でしたけどね、はい、ただ熊代選手そこ割り切りましたね、思いましたね、下手にこう釣り手外されて近づけられて勝負する不利な体勢よりは1回潰れちゃってもいいという、たとえ反則覚悟でしたね、はい、小原選手この引き手脇襟、うん、いいね、体幹をつかめる、これ手応えがあるし、小原選手いいですね、いいですね、はい、まず支え、でも順方向いかないとなかなか熊代選手変化、あでも ただ熊代選手持ち合うんですよね、前出ます。国体でもですね、はい、松村選手とがっぷり組み合ってですね、はい、内股を透かして一本取ったですね、はいはい、そういう自力がある150キロの選手に圧をかけ合って呼び込む、そうですね、しかも熊代選手前出てます。いやかっこいいですね。小原選手とは去年講道館杯で優勝した高橋翼選手が小原選手が一番強かったと、強さにびっくりしたみたいな発言をしてました。これは熊代選手その今の角度から左の大外刈りをちょっと晒しました。あの軽足が前にあっても、はい、そうなんですよね、行くんですよね、で、あの軽足も強いんですよね、はい、それなのに。ただこの熊代選手のこう作りと申しますか、
この事前に圧をかけ合う何らかのこの作りに対してそれでも今のルールでは技をかけなさいということで指導がいきます。ただこの指導 2-2 になってからがベテラン熊代選手がおそらく仕掛けてくるところですよね、はい、こういうところですね。ちょっと持ちどころ変え、ね、やっぱり変えた、やはり変えた、右の一方ほどあったでしょ。さすが、あの圧は指導2をずつになるのを待ってたんじゃないですか。もうあえてですね。すごい作詞ですね。右肩がしっかり下がる。これ朝日先生、私たちの事前の予想で残り13秒、もうこの時間試合巧者としか言いようがない。すごい技術だけじゃなくてこう駆け引き、心の駆け引きも含めて味のある選手ですね。小原選手、あの圧掛け合ってくれるの自分の先形だったんで付き合ってしまうんですよね。やはりそうですよね。小原選手もう行くしかない。8秒。すごい熊代選手、すごい戦い方でしたね。素晴らしい熊代選手が完璧な試合運びと言っていいんじゃないでしょうか。そうですね、もう熊代選手が描いてた通りになったと思います ね、 ですね。シナリオ通りでしたね、はい、圧をかけ合って、そして圧をかけ合いたい相手、あの小原選手がそれに乗って互いに指導に、そしてそうなった瞬間に変化技、組手とは逆の右の一本背投げの形に腕をまとめた大外刈りに行って、この後ですね、この右肩を下げて体を押し込む、投げ切りました。いやー、名人芸面白かったですね。面白かったですねそしてこの考えた作戦をこの強敵相手にこの場でできる作戦遂行能力、いやー、まだ2試合しか消化してないんですけどものすごく面白いですね。